フキは、キク科フキ属の多年草、雌雄異種。早春の花茎をフキノトウという。山野に生える春の山菜としてよく知られ、地下茎から多くの葉柄を立てて、一部が切れた丸い大型の葉をつける。和名フキの語源については、諸説あり詳細ははっきりしていない。また、冬に木花を咲かせるため、冬木の中略とする説もある。フキの若い花は、山菜としてよく知られているフキノトウである。日本の方言名でフキノトウを、青森県西部の津軽弁では、バッケ、秋田弁では、バッケ、バンケ、バッキャ、山形県の庄内弁では、バンケ、アイヌ語は、マカヨという。また、アイヌ語で、フキは、コロコニ、または、コルコニと発音する。英語では、ジャパニーズバターバー、ジャイアントバターバー、あるいは、フキという。漢名では、フキと書き、中国植物名では、八頭菜とも呼ばれている。花言葉は、公正な裁き、待望、愛嬌、真実は一つ、仲間などである。日本原産で、北海道、本州、四国、九州及び沖縄県に分布し、北は、樺太、朝鮮半島や中国でも見られる。丘陵地や原野、山野の土手や道端など、やや湿ったところに自生し、山では、沢や斜面、河川の中州や川岸、林の際などで多く見られる。郊外でも、河川の土手や、用水路の周辺に見られ、水が豊富で風があまり強くない土地を好み繁殖する。自生のほか、栽培も行われている。東北地方から北海道にかけては、変種の秋田ブキがある。近年は山野に自生する個体数が減少しつつある。里山でフキが群生している光景は自生ではなく、人間の手によって管理されていることがある。多年草で雌雄異種。根茎は短く、茎は地上には伸びず、地中で地下茎となり横に長く張って伸びて増殖する。地下茎が地表にむき出しになると光合成のため緑色に変色する。このため、わさびと間違われて誤食される例があるが、地下茎は有毒のため注意が必要である。夏季は早春の3から5月頃で、葉が地表に出ないうちに花茎が伸び出し、これをフキノトウと呼んでいる。フキノトウは株が異なる雌雄異花で、輪状の苞葉で包まれており、茎先に三棒状に蜜についた多数の頭花がある。頭花は筒状花だけでできている筒状花で、花茎は5から10ミリメートル、花びらのように見えるものはなく、網状の突起を持つ。尾株の尾花は花粉をつけるので、花色はやや黄色味がかった白色で、花茎は20センチメートルほどで成長が止まり、花が終わると褐色になって枯れてしまう。一方、芽株の芽花は、花色が白っぽく、受粉後は花茎を高さ40から70センチメートルほどまで伸ばして、タンポポのような白い綿毛をつけた果実を風に乗せて飛ばす。果実は痩せ科で、長さ2ミリメートルほどの細い円柱型で、毛はなく、痩せ科の3倍ほどの長さを持つ冠毛がつく。花が終わると、花茎とは別に、地下茎から地表に葉を出して、葉柄の高さは30から80センチメートルほどになり、先に大葉をつける。葉の形は、円の一部が切れたハート型や腎臓型をしていて薄く、幅は15から30センチメートルあり、艶はなく、灰白色の綿毛が密生している。フキの葉は、降り注ぐ雨水を効率よく受け取るために、全体が皿状にくぼみ、葉の切れ込みから茎を伝って、根元に集めるようになっている。近縁種は旧世界に広く分布し、ハーブとして利用される。また、幻覚作用が報告されている種もある。関東地方以北には、葉の小道が 1.5 メートルと巨大で、高さ2メートルほどにも伸びる秋田ブキがあり、全国的にも有名である。こうした巨大なフキは、倍数体によるものである。特に寒冷地では、牧草地で大繁殖する。家畜が食べないので、畜産農家からは嫌われている。秋田ブキのうち、北海道、足寄町のラワン川に沿って自生する、ラワンブキは高さ2から3メートルに達し、北海道遺産に指定されている。市場に野菜として出回るものは、野生種から選抜された栽培品種が多く、栽培品、野生種のどちらも流通している。自生するものは山吹と呼んで、アクが強いが、栽培種は一般的に苦味が少なく調理しやすい。栽培種として市場に出回っている多くの蕗は、愛知早生という品種で、愛知県東海市が生産量日本一である。水蕗は、福井県大野市や石川県加賀市南部などでは、谷二木とも呼ばれる。なお、秋田蕗にも自生ではなく農家で栽培されて市場に出荷されるものもある。古くから数少ない日本原産の野菜として利用され、8世紀頃にはすでに栽培も始められていた。現在では、スーパーなどで売られている蕗のほとんどは、栽培物で、夏場を除いて、春を中心に出回っている。ペタサイトジャポニカス、日本の農業百科事典の図独特の香りがある、蕗の糖や葉柄、葉を食用とする。もともと山菜の一種で、アクが強く、寒毒性が強いペタシテニンなどのピロリジジンアルカロイドが含まれているため、下茹でして、アク抜きをする必要がある。食材としての旬は春とされ、冬から春の体へ体調を整える野菜としても知られる。売られているものは、茎はまっすぐ伸びて針があり、できるだけ太さが均一で、色が薄い緑色で、黒ずみがないものが良品とされる。栄養的に特徴的な成分は含まれていないが、低カロリーで、葉や蕗の糖には多少のベータ、カロテン、ビタミン B1、B2、カルシウム、カリウム、亜鉛などの栄養素が含まれる。食物繊維も多く含まれていて、腸の働きを活発にして、便通に役立つ食材でもある。一方、蕗の糖は、ビタミン B 群、ビタミン C、E、K や、カリウム、鉄、亜鉛などのミネラルに富む。体内でビタミン A の元になるカロテンも含み、食物繊維も多い。個性的な香りと特有の苦味を生かした料理として、和え物や煮物によく使われている。野生の蕗は、栽培されているのものよりも苦味が強く、小ぶりである。蒸気のほか、葉も塩茹でたものを流水に半日から1日ほど、さらして、アクを抜き、細かく刻んで佃煮にするなどして食用になる。渓流釣りなどで釣った魚を野生の蕗の葉で包んで丸焼きにする調理法には蕗の毒消しの効果もあり、ニシンなどの魚と蕗を一緒に炊き合わせる料理には魚の毒を消す目的の意味も込められている。薬用植物でもあり、夏から秋にかけて掘り出して天日乾燥した根茎は官名でもある八頭菜と称して生薬になる。花である蕗の糖も用いられ、生薬として、つぼみのうちに採取後に、天日乾燥、または陰干しにして調整する。かつては、蕗の糖の生薬名として、官名の岐冬またを、寒冬花と当てていたが、これは蕗タンポポのつぼみのことであり誤りである。蕗には、昔からタンを切り、咳を鎮める作用があることが知られており、呼吸器系の機能を円滑にして、気管支粘膜の炎症を鎮めて、粘液の分泌を促す働きがある。蕗の糖には、食欲増進効果があるクミ質や、精油成分を含み、消化を助ける働きをする。精油には、泡切り、咳止めの効果があると言われている。葉には、クミ配糖体、粘液、サポニン、タンニンなどを含んでおり、同様の薬効があるとされる。蕗の糖に多く含まれる、ほろ苦さの成分は、アルカロイドの一種で、癌の予防をする成分として知られている。根茎は、患部に熱を持つ、喉の腫れや痛みに効果があるとされ、民間療法では1日量 5g を 600cc の水で煎じて3回に分けて服用するほか、うがい薬代わりに染液でうがいする方法が知られている。乾燥した蕗の糖、または、葉は、民間療法で、咳止め、虚痰、解熱、毛に、食欲増進に、1日量5から20gほどを、水300から 600cc で半量になるまで煎じ、3回に分けて、食前に服用する用法が知られている。また、生の鶏用の絞り汁には、魚の中毒の解毒効果があると言われ、虫刺されに汁をつけると良いとされる。北海道釧路市の旧音別町地区では、秋田蕗から吹田和紙を浮器種と命名して商品化している。形態的によく似たものとして、キク科ツワブキ属の多年草ツワブキファーフュジアム、ジャポーニカムがある。葉が常緑かつ新緑で厚みと艶があるほか、花が黄色く、秋に咲くなど、生物学的には違いが大きいが、外見が似ている上にツワブキも食用になる。また、キク科メタカラコウ属の多年草、オタカラコウラエグヤレリアフィッシャーなどの葉も似ている。採集時に最も注意を要するものとして、錯乱症状を起こすナスカハシリドコロ属の独走ハシリドコロがある。新芽の出る時期が重なる上に外見が似ているため、誤植されやすい。フキノトウに関するカテゴリー。ありがとうございます。